こんにちは、とびたじょうです今日の心に火を灯す言葉はこちらです対人の額は道のためなり、小人の額は理のためなり対人の額は道のためなり、小人の額は理のためなりこれは中国前漢時代末期の文人、学者である、要有の言葉です 現在の四川省にあたる職軍・生徒の人であざなはシウンと言います。用意はあくまで文人ないし学者として生きた人物であり朝廷内にあって皇位交換に上ったわけでもないのですがその晩年経絡を騒然させる事件に巻き込まれ自殺を図ったりしています。 この言葉は文字通り立派な人の学問というのは道すなわち世のため人のためにしているが凡人の学問は自分の利益のためだけにしているものだといったものです大人の学は道のためなり小人の学は理のためなり人間は一体何のために学ぶのかと問われれば多くの人は自分が食べていくためと答えるのかもしれませんが 本来ははそうででないのです。人間が学ぶのは世の中を良くするためそして他の人のために学ぶのが本来あるべき姿なのです。人間一人一人という存在はそれぞれがそれぞれの役割を持って生まれてきているのですが誰もが世の中の進歩向上のためにそして人の役に立つためにこの世に出てきているのです。 何でもかんでも自分の利益だけのためにと思って学ぶ人には結局大した利益もつかないのです。逆に自分よりも世のため人のためにと思って学ぶ人には大きな利益がもたらされるのです。もう一度自分の考え方を見直して超人の額になっているようであれば大人の額となるように軌道修正していくようにし,しましょう。